日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？イベント満載の冬、リエの日本大捜査、ウィンターバケーション in Japan。 今週は紀伊半島。日本最大のこの半島には多種多様な魅力が満載。和歌山、三重、そして名古屋までレンタカーで一周。ジャパナビ紀伊半島アドベンチャー第2弾、和歌山三重大発見第4章。先週は山間部の日高川町へ。長岡さんの農園でみかん狩り、鏡さんのお家でホームステイと日本の田舎体験。今週も引き続き日高川町からスタート。お正月には欠かせない日本の伝統行事、餅つき体験です。これは何ですか？これはお餅つきでございます。お餅？はい。そしてこちらではそのお餅つきを体験することができる。あなた何でも知ってるよね。はい。じゃあやりましょうよ。はい、ちょっと待って、パクパク押して。うわー、ストップ。こういうことはちゃんと先生に教えてもらわないとできないでしょ。教室だから先生が言いますね。はい、はい、先生をご紹介します。大前先生と原先生です。よろしくお願いします。こちらお願いします。あ、ご飯、ご飯だ。ご飯が出てきた。はい、どうぞ。これはもち米ですね。はい、そうです。初めにね、こう、こねるんです。練る？練る。はい、最初、あ、そうなんだ。潰すんです。あ、潰す。はい、潰す。潰す。はい、できました。どうも。まだだよ、潰れてないんだ、全然。もっとやる。こっちもずっとこう。ずっとやる。してください。はい。このお餅つきって、はい、日本の昔からの伝統ですよね。はい、お正月には必ずね。お正月、はい、馬乗ってるよ。じゃあ全体やってください。爆走してるよ。もう頑張れ。あれ先生、なんかまた来た。あ、ローマイガイの子が来た、はい、入れます。ま、これは何ですか？よもぎです。よもぎ、はい、草餅の。はい、そうです、うん、あ、蝶兵の蝶の匂い。そう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 。混ぜてください、これ入れるから。はい、あ、混ぜるんだ。はい、色が変わりますね。はい、これいわゆる天然色ですね。そうだ、緑になるよ。お、健康にいいぞ。誰も知るやんたお。誰も知るやんさお。誰も知るやんぎょ。誰も知るやんぎょ。誰も知るやんぎょ。我就知道知るやんぎょ。你真的好多给你收入。もう疲れた。中村さんがあとはやってくれるんじゃないかな。そうだね、うん、中村さん、はい、お願いします。やりましょう、何でも、はいはい、中村さんは合気道のプロフェッショナルで和歌山の和歌山県庁の方でございます。おお、わわわわ、シンフレラ、シンフレラ、小松さん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 です。おお、極真空手の先生でございます。すげえ。はい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 、ストップ。全部そうやってストップかけるんじゃなくて、よくテレビとかで見るのはトンってやってくるっと返して、トンってやってくるっと返して、あれやって、二人の間でやってみようか。うん、やってみ。三連発じゃんか。1、2、3。 OK。 おお、そうしましょう。はい。ちょっと命かけたか。怖いよ。いくよ。間違えたらどうなる。ちょっと待って、僕2だっけ。3。オッケー。赤い文字になります、ね、行くよ。せーので。あー、怖い。わわ、時間ないよ。わー、行ってない。そういう時間ない、そういう時間ない。じゃあ私が掛け声かけるよ。1、2、3。1、2、3。違う。違う。1、2、3、4で言うんですよ。なんで4なの？それが1秒の余裕があるじゃないですか。あれ、行けましょう。1、2、3、4。はい、どんどん早くなるよ。3、4、1、2、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 3、4
を丸めます。はい、これを丸、これは今何ですか。これね、きな粉つけるから。あ、はい、カット見てるんだ、別の味。僕きな粉大好きなんだよ。あ、超便利だ。お、見て、すごい伸びる。あ、どんこれ、ね、エクスメンだね。エクスメン、あ、
これね、まずね、あ、そうだ、聞いてないんだまずね、粉をね、つけてねなんかくっついてる見て、ほら、火入れてしょ。あ、本当だ、ね、お姉さん、見てちょっと勉強してよ。なんか、だから粉つけるちょっといいや、もうこれ置いて、はい、できましたあなたもぐちゃぐちゃよできました放送できないよできるあ、食べた誰が食べていいって言った。うん、いいよ、おいしい、いいよ塩味、甘い味、きな粉の味、お餅の味、草の味、全部混ざってる。今混ざったもの全部言うただけだね。本当だ、いろんな味混ざってる。自然の甘さとよもぎともち米の味と、あとなんかちょっと香ばしい。あともう一つの味。うん、なんかスパイス混ざってる。僕の手の味。終わった。日高川町に別れを告げて車で約50分、みなべ町へ移動。和歌山の特産品といえば梅。紀州梅干し館に到着です。おい、到着。うわー、すごいいい天気。まあ、ねもわな。わー、気持ちいい。リゾートみたい。そうだね、うん、南国みたいですね。うん、あ、なんか面白い。あ、かわいい。すげえ。おー、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。どういたしまして。歓迎だね。立体映像見たいよ。立体シアターでしょ。うん、変わり手で来るかもしれないよ。そうだ、ありがとうございます。桃太郎、梅太郎は、はい、ボー梅太郎、早く見よう。はい、来来来来、カモン。ありがとう梅太郎。うわー、うわー、スイアーター、見て、すごい。うん、ワンディートゥディー、うわ、スイーディーシアター。これ 3D シアターですか。いや、これは 3TV でございます。 3TV や、うまいこと。 3D シアターはどこですか。 3D シアターはね、2階にあります。2階にある。そうですね、はい、あ、後ろ見ました。はい、これは工場でしょう。あ、これは工場ですか。これはですね、梅干しを詰める工場になります。知ってます、これ最先端の無人工場です。無人工場ですか。そんなはずございません、はい、今日はね、ちょっとお休みになっておりますので。あ、お休み、はい、じゃあやることないですね。じゃあ、あ、いや、ちょダメは他にもね、やることがございますので。ありますか。今日はですね、はい、他にもやることございます。例えば今日はね、梅干しを作っていただこうと思ってます。梅干し、はい、作ったことない。やりたい。はい、実際やりましょう。行きましょう。はい、3階の方に移動しますので、シアターの上ですね。はい、ではどうぞ。ザオ、はい、ザオ。ちょそうですね、レッツゴー、こっち、こっち。もう、もういい友達になっちゃってる。今日はね、まず梅ジュースを作ってから、その後に梅干しを作る体験をしましょう。梅ジュース、梅ジュース、はい、パス梅干し、うん、梅三昧ですね。梅三昧です。和歌山はどうしてそんなに梅が有名ですか。和歌山はですね、昔からその梅の産地になってますのでね、非常に有名です。日本全国的に有名です。あ、梅の産地なんですか。梅の産地なんですよ。じゃあ、はい、梅の花の時期には梅の花がいっぱい咲く。真っ白です。じゃあ歩いたらすごい酸っぱい匂いしますか。それは梅干しです。あ、そうですよね。すごい。うまい。じゃあ、うん、はい、お腹すいたからちょっと作りましょうか。はい、はい、じゃあ作っていただきましょうか。はい、はい、じゃあまずは梅干し、あ、梅ジュース作りからしましょうか。梅ジュース、はい、梅ジュース、はい、だだ。はい、じゃあですね、はい、こちらの方の冷凍梅、これをまず開けていただきましょう。冷凍梅、はい、冷凍してる。冷凍してるんですよ。年1回しか取れませんからね。年1回しか取れない、はい、年1回しか収穫できませんのでね、冷凍保存して置いております。なるほど、ね、はい、じゃあこれ開けてください。はい、開けてみてください、はい、この後ね、はい、じゃあこちらの中に、氷砂糖入ってますから、はい、氷砂糖を出してください。はい、氷砂糖で、うわい、何やってんの。これ食べていいものですか。食べてはあんまり良くないですね。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ、まあ、しょうがない、食べましょう。食べてみて。 OK よ。本当、うん、どんな味がするの。酸っぱい。はい、ではこれでね、はい、一応出来上がりです。出来上がりです。これはですね、梅ジュースになるまでね、あと10日かかっちゃう。10日。10日ジュース。この梅の中からエキスが出てきまして、お砂糖が溶けて、梅のエキスが約10日ぐらいにならないと出てこないんです、ね。で、これ濃厚なものがじゃあできるんですよね。すごく濃厚なものです。それと水を割り、水で割ります。続いては梅干し作り。
まずは梅干しをつけるシロップを選びます。シソ、蜂蜜、カツオなど違ったテイストのシロップから自分好みにカスタマイズすることが可能です。この中はね、梅じゃなくて、ソースですね。ソースだ。ちょっと梅のちょっとだからちょっと違うなと思って違う、これを梅をつけて、これ梅干しなのよ。やっと分かりました私も今やっと分かりました。じゃあ飲んでみましょう。じゃあ飲んでみましょうぜひ飲んでください。うわ、ここすごいなんか噴射するなんかね痛いでしょ、うん、痛い。これね、今梅干しになってるんですけど、味がついてませんので。味がついてない。味がついてない梅干しです。何個くらいいいですか？20粒入れてください。20粒。はい。そっとね、そっと使わないとね。わー、柔らかそう。潰れちゃいますよ。この柔らかさが和歌山の梅の特徴ですね。特徴。はい。大きい僕の目玉とより大きい。この大きさも？そうなんですよ。南高梅はね、大粒っていうのが特徴ですからね。へー。これ実際に梅干し作る時もこういう風に本当にやるんですか？そうですよ。はい。この後は？はい、大丈夫ですか。じゃあこれでね、出来上がりという形になります。もう出来上がり？出来上がりです。簡単に体験できて。簡単なんですよ。でもね、今すぐ食べれません。まだ10日間かかりますか？また今度はね、10日ではなくて今度14日かかります。14日間。そうです、梅干しの完成は香港に戻ってからのお楽しみ。この体験は事前申し込みをすれば誰でも参加することができます。手作り体験の後は 3D シアターで梅干しキャラクターたちによる楽しいショータイム。そして最後は売店で梅関連食品お土産タイム。うわー、いろいろごちゃいますね。いろいろあるね。梅マヨネーズもある。あ、梅マヨネーズも面白いね。でもねえちゃん、うん、はい、やっぱり香港人にはね、梅酒は一番人気でしょ。フォーマッ、おー、ロクサわ、どんな味だろう。美味しそうだね。ブルーベリー梅酒。本当はね、いろいろある。こういう時はね、はい、絶対なんかコーナーあるんですよ。コーナーある。死にコーナー。死にこれ死にコーナーですね。シーナーだよ。ね、ーやばいいなぁ、いろいろ。わ、ね、あなた、運転。運転、はい。ぜひ運転お願いします、レイさん。はぁ、はい。じゃあどうしようかな、こっちようかな。選んでる。あ、山椒というものがありますよ。山椒の梅酒。かわいいかな、ちょっと。じゃあお願いします。はい。はい。まだちょっとありますよ。わ、何それ。マイカップ。マイカップ、どっから出た今の。はい、僕買おう。お、なんだ、うん、どうですか。あ、山椒の匂いがあります。あ、ほい、はい、どうですか。水拳もっと飲みましょうか。じゃあどうしようかな。わいわいわい、これもしようかな。今の何、今の、うん、ガウラーガウラー、どうもありがとうございました。はい、もう終わり、もう終わり。はい、次行きますよ。あ、試食でございます。これね、梅チップスだよ。美味しそう。うん、あ、おいしい。おいしいんだよ、おいしい。まあ、リエちゃん、これ一つ大事なものが忘れてるじゃない、うん、視聴者プレゼント。おぉ、これいいじゃない。いいね、いいか。うん、いいか。これもしようか。はい、あ、これもつける。視聴者にあげるから。はい、はい、じゃあこれは番組の最後に応募してください。僕応募してもいい？マイラー、マイレタイ、マイレガンナー、ナイロー、マイナー、マイラー。おめえ、エムジュゴ、お前。来週は行ってみよ。何や、どうした。ちょっとお母さんのこと心配してるよ。お母さんのこと心配、うん、でも見て、そんな心配しなくても大丈夫だよ。このビーチ見て、あっち見て、レンドイもいるよ。え、ビキニ、ビキニ、レムチェック。ジャパナビ紀伊半島アドベンチャー第2弾、和歌山三重大発見、来週もお見逃しなく。どー